なんかデフォルト設定って妙にやばったいね。ああ、新しくインストールした時には自分でも思うかも。なんでこうなったの？なんでと言われても、確か画面比率が1対2とかになり始めた頃かな。あ、ダイアログをやめて右側で編集とか言ってたっけ？ともあれ、うちで実際に使ってる設定をまとめてみようか。初代フレックから移行した人向きにもなりそうだし、いいんじゃない？今回は作ってる側が自分で使ってる設定例です。デフォルト設定から変えた部分についてざっと紹介します。シップスというよりは総集編に近いかも。まずは記録画面から。いきなりアンロック要素なんだけども、メニューの編集設定、リスト表示切り替え。この例だと画面サイズの壺を1列だけど、広い画面だと複数列表示にもできます。リスト表示自動、おすすめ。あとお好みで上にあるフィルタバーから表示する種類を選べます。他にもアプリやタグ色で絞り込みたいときは左上のアイコンでできるよ。次は記録の編集、実質的にはプログラム編集画面だね。上のバーにある矢印とリストのアイコンで表示を切り替えられるよ。矢印でプレビュー開閉、リストで表示形式だけど、プレビューはともかく表示形式は細いリストしか使ってないよね。ごタッチしない程度に慣れてきたとか、プログラムが長くなってきたら細いリストが楽です。さらにメニューで外観設定の小型シリーズをオンにしておくとちょっと表示量が増えます。あとこれは初代フレップからの人とか慣れてきた人向けになるけど、編集設定のコンパクト編集画面をオンにすると区切りが消えます。具体的には？例えば画像認識の設定だとこれくらい。それだけ？例の機種は画面が狭いからな。こっちの画面ならどうかな。スクロールしなくてよくなる分は快適かも。ここからは使ってるオプション設定です。操作パネル設定から順番に。パネル外観はお好みで、テーマはアンロック用なのでご注意ください。透明度マックスなのはこのテーマだからだね。あ、撮影ボタンもアンロック用です。これは速さ重視の撮影だから普通は PNG でいいかも。上ボタン操作は長押しコマンドをちょっと調整しています。この機種は画面が小さいからいつもパネルを左端に置いているので。パネルを閉じるのは長押し右フリックで、アプリを開くのを上に持ってきたってことね。あとその他は残り秒数を表示、お残り10秒以内なら表示にしてある。あ、待機が長い時に最後残り何秒か分かるようになるのか。簡易モード設定は操作記録タイプを自動分割にしてる。操作しない時間があったら画像認識を挟んでくれるやつね。あとはデフォルトのままでカーソルだけ書いてるけど、これは撮影用だね。タッチした位置をくっきり表示するやつ。精密モードは省略して状態表示設定。やっぱりこうなるよね。速さの差を感じちゃったら再生プロセスの通知は完了のみになるかも。ポップアップ通知タイプは意味あるの？おっと、これは検証用に指定してただけだからみんな自動でいいです。スクリーンショット設定って変えるとこあったっけ？基本デフォルトのままでいいです。ここでオンにしてるシーン判定時の保存は、シーン認識が失敗した時でも画像を保存するような設定なので、シーン認識で止まるまでは不要です。最後にシステム設定。クイック設定だけオンにして、以前紹介した動画の容量で通知を消してます。一手間かかるけど、クイック設定はなんかカスタムしてる感じがいいね。自動化アプリと連携してる場合は起動時サービス開始もオンにするといいけど、最近の Android は画面キャプチャの許可を要求するから、フレック2に権限を付与してからオンにしてください。これで全部？紹介してなかったのはテーマとコンパクト編集画面かな？多分それくらいだと思う。この2つは初代フレットみたいにならないかって要望が元だっけ？ UI の大改装はちょっと厳しいから、お茶を濁させてもらった感じかな。でも正直この右下ボタンで選択してメニュー出すの。はい、ストップ終わり。そのうち
なんとかしたい。